皆さんこんにちは、ミキです。今日の Get Ready With Me はこんな感じです。はい、フレッシュな春メイク、ちょっとオレンジピンクっぽい、目元からチークとリップは少しね黄みのあるオレンジにしてみました。はい、まあこれからの時期ねめっちゃ使いやすいと思います。今日は何の話かなというと、実は先週糸リフトを受けてきまして、まあ、ちょっとその話も、してますので、気になる方はぜひ最後までご覧になっていってください。それではメイクスタート。はい、では始めていきます。今日めちゃくちゃ乾燥してるので、しっかり下地からつけていきたいと思います。私動画でやるやらないって話したかちょっと忘れちゃったんですけど、ちょうど先週糸リフトをやってきました。だいぶここはシュッとしたんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか？そう、やっとねダウンタイムも終わったというか、見た目にすごく変化があるようなダウンタイムってなかったんですけど、やっぱり少しね腫れだったりむくみだったりっていうのはあったので、ちょうど今日で1週間かな、立ってほんとスッキリしたなっていう感じがするので、久しぶりに動画を回してます。でファンデーション資生堂使います。そう、人生初の糸リフトだったんですが、熊取りの時もそうなんですけど、やっぱりね糸リフトも糸を入れるところにね少し穴というか、まあ傷ができるぐらいで、骨を削ったり切ったりっていう施術ではないので、やっぱり最近周りでやってる人が結構多いんですね。なのでやっぱそういう人たちのね感想を聞いてたら、一回やってみてもいいかなと思ったので先週行ってきました。なんかやった直後はここのお肉をこうやって引き上げるから、なんかねほっぺたにすごい溜まって、ここの横幅がパーンって広くなって、これはさすがにやばいかもとか思ってたんですけど、やっぱり腫れだったりとかむくみが解消されたら、もうだいぶその辺は気にならなくなってきたので、まあそれも含めてちょっとねダウンタイムだったのかなっていう感じですね。だいたい糸リフトって1年ぐらいかけて元に戻っていくって言われてるんですけど、まあ、ここがなんせ幅が広かったから、これ1年続くのかなとか思ってちょっとね心配してたんですけど、腫れとむくみが引いて割と元通り、元通りっぽくなってきたかな。はい、って思います。はい、ベースメイクこんな感じです。今日もアイシャドウは RMK 使っていきます。で、その糸リフトねやってもらったクリニックさんが結構ね撮影を OK してくれて、なかなかクリニックでカウンセリングの内容とかってね撮らせてもらえないんですけど、これ撮っちゃダメですかねみたいに言ったら、なんか面白そうだからいいですよみたいな感じで、カウンセリングの時のね様子だったりとかも撮らせてもらえたので、やっとねダウンタイム終わったので、そっちもね動画まとめていこうかなと思ってます。いやでも熊取りの時もそうだけど、やっぱりね鏡見るのがすごい楽しくなります。で、糸リフトもやっぱりね人によってはすごい痛かったっていう人もいれば、そんなにダウンタイムなかったなっていう人もいて、うわーどんな感じなんだろうってね、あんまりちょっと想像がつかなかったんですけど、まあ私からしてみれば本当に熊取りの時よりも見た目のダウンタイムが本当になくて、次の日仕事休みにしてたんですけど、もう全然次の日から働けたじゃんっていうくらい、本当になんか痛々しいダウンタイムがなかったんですね。なんか人によってはこの辺バーってね内出血しちゃう人とかもいるらしいんですけど、もう私の場合は麻酔の注射打ったところが唯一ちょっとあざになったかなぐらいで、丸いポツっていう感じだったので、もうメイクしちゃえば隠れるし全く気にならずって感じでしたね。ああもう早くみんなに動画見せたい。今着々と編集してるんですけど、もうなんか編集してても楽しくて楽しくて。そう、もう早くねお披露目したいなって思ってます。でも私糸リフトはなんかもうずっとずっとやりたくてしょうがないっていうよりは、なんとなくずっと気になってて、あやってみっかなみたいなタイミングがバチッとあったので、やってみたんですが、ほんと予想以上になんか満足してます。私でそのカウンセリング行って、結局当日そのままやってもらうことにしたんですけど、このカウンセリングの時になんかここのエラ
エラのボトックス打ってもいいかもねとか、あとこの顎の下、この顎の下の脂肪もう取っちゃおうよこことかって言われたんですけど、いやさすがに私脂肪吸引はまだちょっと怖いなと思って、もう戻らないっていうイメージがあるから、糸リフトってまだね1年経てば戻るから、最悪失敗しても元に戻るっていう保証があるけど、やっぱ脂肪吸引ってなんかもう取ったら戻らないっていうイメージがあるから、まだちょっと私は怖いなと思ってて、まあ、確かにこの顎の下のこの肉いらないなとかって思ってたんですけど、ちょっとひよって断ってきましたそれはでもあとは何やりたいかなって考えたら、あとはやっぱシミ取りかな。今はこの1年で結構またシミ増えたなと思って、シミというかなんか乾パンなのかな、やっぱまあそばかすのようなシミがだいぶ増えたなっていう感じがするので、シミ取りしたいなって感じです。でもこの間自分のお客様にまたそのシミ取りもねすごいいいとこ教えてもらったから、なんかどんどんみんな私を整形させようとしてないかと思ってちょっとあれとか思ってるんですけど、まあでも本当みんなね、まあ、綺麗な人たちなので教えてくれたところね信用してるんですけど、なんかあんまりね原型とどめてないほどやっちゃいけないよなと思って、舞い上がっていろんなことしちゃわないように自制してます。そしたら今日は、ちょっとオレンジっぽいカラーマスカラ使っていこうと思います。ほんのりねメタリックっぽくてすごいね可愛い色です。いやーでも30代後半になってくると、なんか1年の中での変化がものすごくて、もうシミとかも1個2個増えるとかじゃなくて20個ぐらい増えたなとかもう10個みたいな感じだから、何かしらねちょっとメンテナンスしていかないとなーって思うんですけどね。まあほんとやりすぎ注意って感じですけど、自然にできる範囲でなんかねやっていきたいなって思います。まあシミというかね、まあ、やっぱ乾パンですよね。なんかこの辺のラインにブワーってやっぱり去年1年で50個ぐらい増えた気がするでもともと別に乾パン嫌いじゃなくて、ちょっとそばかすみたいで可愛いなと思ってたんですよね。けどやっぱあまりにも増えると、なんかちょっと顔が暗く見えるというか、顔のねトーンが落ちるんですよね。だからまあなんか完全になくならなくてもいいなと思ってるんですけど、やっぱり一回なんかねトーニングとかちょっとリセットしとかないと、乾パンで真っ黒になりそう。もう特にこの鼻のとこね、ここと、あと私の場合このおでこ、ここにね結構去年増えたかな。まあもうすぐね暖かくなってくる時期だから、こっからね紫外線浴びるので、溜めて乾パンいっぱい出しといて、今年の秋とか冬とかにねまとめてやっちゃおうかなと思いますちょっと眉毛薄くします。私はやっぱメイクも割とねナチュラルなものが好きだったりもするので、あんまりシャドウがっつり入れてとかせず、ほんとナチュラルなね感じでやるメイクが好きなので、まあ、この30代後半もなんか塗って隠すとか、そうね隠すっていうよりもなんか自分の持ってる肌の力とか、なんかそういうものを上げていきたいなってすごい思ってて、今日はチークオレンジ使います。まあいろいろさっき言ったみたいになんかメンテナンスしていかなきゃいけないなと思ってるんですけど、とはいえやっぱりナチュラルなものが好きだったりするので、あまりやりすぎないっていうところと、やっぱりナチュラル感っていうのは残したくて、まあ言ったらそのそばかすだったりとか、なんかちょっとした小じわとかって私結構好きなんですよね。ありすぎるとちょっとね気になるかもしれないけど、まあなんか多少のそういったものはなんならね若い子にはない愛らしさというかかなとも思ってるので、まあその辺を適度に活かしつつ、やっぱりね若さを保とうとする意識っていうのは大事だと思うので、まあそういうクリニックの力だったりとか借りながら、あくまでもナチュラルな範囲内でメンテナンスしていけたらいいかなって思ってます。はい、はい、まあでもなんかやっぱ同年代のお客さんが周りでねいろいろやっぱメンテナンスし始めてて楽しいですね。もちろんお金かかるし大変だけど、なんかねみんなでなんかあれやって綺麗になったよとか、そういう話するのすごい楽しいので、私も頑張ろうって感じですすごい久々につけたこのアディクション、かわいい。いつも使わないんだけど、ちょっとねハイライト入れようと思います。もうとにかく今日乾燥してるので、ちょっとでもツヤっと見えるように、はい、ボリカのグロリオです。
眉の下から目尻通って目の下まで。これはね、あの3のシマリングと本当に似てるんですけど、こっちのボリカのやつの方がちょっと柔らかいというか、ちょっとしっとりしてるので、あのこれ乾燥する時期なんかは私はこっちのボリカのハイライトを使うかなっていう感じです。で、逆に夏とかはやっぱちょっと重いというか、3のやつの方がちょっと固めになってるので、そっちの方がまあさらっとつけられて夏とかはいいかなっていう感じなので、ボリカは私の中では冬のハイライトっていう感じですかね。でも本当にすごいね、自然なこのツヤ感が出てめちゃめちゃ可愛いです。もうお肌しっとりっていう感じです。まず眉の下から、目の下まで行って、あとまあほっぺた、チークの一番高いところですね、まあ、T ゾーンとここにほんのり、はい、こんな感じで、メイク出来上がりです。アイシャドウとか本当ね、前回の RMK で一緒なんですけど、やっぱチーク、リップが変わるだけで結構印象変わるかなと思います。うん。で、マスカラもちょっと見えづらいと思うんですが、今日は久しぶりにカラーマスカラつけました。はい、じゃあ髪の毛やっていきます。もう寝癖がすごいもう今日はどうしようかな、ちょっと外羽に、いや、ちょっと内巻きにしよう。今日もちょっと癖伸ばしながら、まあ、内巻きというかちょっとストレートっていう感じかなにしていきます。もう今前髪もそうだけど、またね、後ろの髪の毛をすごい伸ばしたくて、なんか最近ポニーテールがめちゃくちゃ可愛いなと思うんですよね。もうどれぐらいだろう、1年近くなんかボブも楽しんだので、またそろそろね、伸ばしてってもいいかなと思ってるんですけど、まあ、夏まで伸ばしたらこのぐらいまでいけるか、もう鎖骨下ぐらいまでね、いけるかな。ちょっと久々に伸ばそうかな。でもやっぱボブは本当ね、ファッションが楽なんですよね。もう何着てもちょっとおしゃれっぽく見えるからそう、なんかボブってめっちゃ楽なんですよ。変になんか女の子らしくなりすぎないし、だからちょっとね、あのガーリーなもの着ても全然可愛いし、逆にちょっとボイスなもの着てもなんかおしゃれに決まるというかね、超万能な髪型だからね、なかなか抜け出せないんですけど、もう20代の頃は私はウルフかボブかっていう感じでね、ずっとやってたんですけど、まあなんかちょっとウルフも恋しいし、黒髪も恋しいし、なんかちょっと飽きてきたなーっていう感じです。こんな感じでオイルつけます。おー、あー、でももうちょっと、いや、もうちょっとって言ってもだいぶまだ短いけど、もうすぐなんか結べそうな感じがしてきた。あー嬉しい、歯頑張って伸ばそう。うん、ヘアこんな感じかな。今日はちょっとお出かけするのでアクセサリーをつけます。ちょっとピアス久しぶりすぎて入るかな。いけたいけた。で、これもですね、いつも通りウペのあのアクセサリーなんですけれども、ムーンって言ってね、月、三日月みたいなイメージで、ちょっと耳のラインに沿ってあのカーブしてるピアスなんですが、最近大好きなんです。めっちゃ可愛いんです。で、去年はあのウペのね、作家さんがちょっとね、あの産休に入ってたりだとか、ちょっとね、制作が止まっちゃう部分があったので、まあ、なんかちょっと穏やかな感じでね、あのやってたんですけど、私はまたね、あのちょっと新作も出せたらいいなとか思ってるので、楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思います。なんかいつもあの大ぶりのね、ピアスばっかつけてたから、はい、こんなのもあります。ぜひ概要欄見てみてください。はい、じゃあヘアとメイク出来上がりです。目元はね、最近ずっと RMK 使ってるんですが、まあ、チークとね、リップ変えるだけで、だいぶだいぶ印象も変わるし、またこれもちょっと春っぽいけど、フレッシュな春っていう感じでいいんじゃないでしょうか。どれもこれもね、あの、可愛いアイテムなので、ぜひチェックしてみてください。まあ、さっき言ってたね、糸リフトだったりとか、まあ、あとね、もうちょっとだいぶ経っちゃったけど、この通りお引越ししましたので、もうちょっとね、揃えたい家具があるから、もうそれが揃ったら、あの、ルームツアーとかも出していこうと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。